祖父母の望み。長いが吐き出したいので書く。俺が小学6年の頃、両親が離婚した。そこから高校生までは親父と祖父母、そして親父が再婚した義母と暮らしていて、15歳下の異母兄弟である妹ができた。高2の時、大嫌いだった親父の元を離れて、母に引き取られた。親父がいない時、たまに祖父母に顔を見せに行っていて、18歳下の弟ができたのを知った。そのうち祖父が認知症になって亡くなり、間もなく祖母も認知症になってしまった。それから10年近く親父に会うこともなかった。そして数年前、俺が一人暮らしをしているアパートに突然義母が訪ねてきた。正直驚いた。同じ市内に住んでいるのだから居場所なんか調べればすぐわかると思うが、今更俺に何の用があるのか。玄関先で何かと尋ねると、義母は、助けてほしいという。金かと思ったが、親父は会社の社長だ。俺なんかより金はあるはずだ。仕方ないと思いながら部屋にあげ、話を聞くと、俺に申し訳ないだの親父の代わりに謝りたいだの言い出した。両親の離婚の原因は親父の浮気で、相手は再婚した義母だった。しかし、俺は義母を恨んでもないしどうでもよかった。むしろ古傷に触られるようでイライラした。それだけなら帰ってもらえますか？もう聞きたくなかった俺は義母にそう言った。すると義母は泣きそうな顔で、妹と弟を助けてほしい、という。意味がわからない。臓器提供か何かかと聞いたが違った。義母から聞いた話をまとめると、祖母が亡くなってから、家に祖父母の霊が出るようになった。最初は月に一度あるかないか程度で、恐ろしかったが何かしてくるわけでもなく、放置していた。しかし、月日が経つごとに現れる頻度が多くなり、祖父母の形相も変わってきた。無表情だった顔は般若のように歪み、普通だった服も、いつの間にか死に装束になった。お寺に供養をお願いしたが、全く効果がなかった。そして数ヶ月前、寝ている弟が泣き出したので様子を見に行くと、今度は妹の部屋から苦しそうにうめく声が聞こえた。慌てて部屋に入ると、もう人かけ者かわからないまでに変貌したそれが、妹の首を絞めていたそうだ。義母が必死に引き剥がそうとすると消えた。親父にも話したが、見えない親父に、バカなことをと一蹴された。それ以降、霊は妹と弟が寝ている時に近くに出るようになってしまった。そしてもう一つ、弟の落書き帳を何気なく見ていた義母は、あるページに俺の名前が書いてあるのを見つけた。弟は俺のことを知らない。まあまあ珍しい名前なので偶然書いたとは考えにくいし、弟が赤ん坊の時に新築の家を建て引っ越したので、俺の名前が書いてあるものも家にない。弟に聞くと、夜中に誰かがこの名前をつぶやくらしい。お前は〇〇じゃない。〇〇はどこだ？と。このままでは子供が殺されると思った義母は、俺の住所を調べてきたのだった。一度家に来てくれと泣きつく義母の頼みを俺は断った。それは親父に会いたくないから。絶対に会いたくないから。すぐ殴る傲慢で嫌味な。しかし外面だけはいい親父は、成人するまでいつか殺してやろうと思うほど嫌いだったからだ。しかし、妹や弟に罪はない。墓参りには行きますよ。そう言って、お墓の場所と連絡先を聞いて義母に帰ってもらった。次の休みに祖父母の墓にお参りに行った。俺の母親とは折り合いが悪く、親父とも仲が悪かった祖父母だったが、初孫の俺は可愛がってくれた。優しいじいちゃんとばあちゃんだった。線香をあげ、手を合わせると、涙が出た。帰ろうと水を汲んだ桶や柄杓を片付けていると、目の前で線香がボキッと折れた。風のせいと思ったが、嫌な感じがした。俺の顔は青ざめていたのかもしれない。
お寺に借りた桶を返しに行くと、お寺のお坊さんが、どこのお参りですか?と、声をかけてきた。〇〇の墓ですと言うと、ちょっと上がってお茶でも飲んでいきなさいと言われ、さっきの線香のこともあったので素直にいただくことにした。お茶を飲みながらいろいろ聞かれた。義母が何度か供養を頼んだので、お坊さんも気にかけていたらしい。俺は義母に聞いたことをそのまま話した。お坊さんは否定も肯定もせず、そうでしたかと言って帰りにお守りを一つくれた。義母に電話して墓参りに行ったとだけ伝えた。その夜、夢に祖父母が出てきた。ボロの白い着物を着て、乱れた白髪、目は乱々として、口は大きく裂けるその姿は、まるで鬼だった。俺は子供で、どこかに隠れていて、祖父母は俺を探しているようだった。そのうちどこからか。見つけた。違う。死ね、死ね。と低い声と、子供の泣き声が聞こえてきて、目が覚めた。汗で体が冷え、震えが止まらなかった。翌日、仕事を休み坊さんになった同級生に連絡して会うと、全部話した。そいつは霊感持ちで、某所からスカウトされて坊さんになったというやつだった。同級生は黙って聞いて、話が終わると、ぽつりぽつりと喋り出した。祖父母は俺のことが可愛くて仕方がなく、もう会えないのが心残りのまま亡くなったんだろう。それは霊になった後も続いて、だんだん心残りが恨みに変わり、狂っていったのかも。義母兄弟が死ねば、後取りの俺が帰ってくると思ってるのかもしれないが、もうまともな思考もできないから、ただたたるだけの鬼になったんだと思う。と。俺はどうしたらいいんだ?と聞くと。お前は大丈夫。血は繋がってるが、母親の家系に入った時から母方の先祖に守られてるから。でも、妹と弟は知らん。それは、というと、同級生はちょっと黙ってこう言った。なあ、触らぬ神にたたりなしって言うだろ。俺が黙ると、同級生は気休めかもしれないが今日をあげておくと言ってくれた。その後、仕事の都合で引っ越した俺に変わったことはなく、義母と連絡も取っていない。妹と弟がどうなったのかは、わからない。土曜坊主。子供の頃に住んでた地方に伝わる、土曜坊主の話。土曜は年4回あって、この土曜の入りから節分までの約18日間は、草むしりや庭木の植え替えその他、土いじりをすることは言われていた。かっこ新暦2月の豆まきが有名だがこれも年4回。この風習は中国由来の陰陽五行説から来たようだが、この期間に金を破って土いじりをすると、土曜坊主という妖怪というか土星、土の星のようなものが出てきて災いをなす、と言い伝えられてた。土曜坊主の姿は曖昧で、土が固まって人型になったものという目撃談が多いようだ。ただ別伝承の中には、土の人型がだんだんに崩れて、その人の一番嫌いなもの、見たくないものに姿を変えるという話もある。出身地の旧村はほとんどの家が農家だったので、実際には土曜の間すべて土いじりしないのは無理がある。だからそこいらでは立春前の土曜は慎まれていたけれど、それ以外の期間は土に触っても問題なしとしていた。春の期間もおそらく田畑関係のことは除かれていたのかもしれない。この辺りは他の地域の伝えと少し違うかもしれないが、昔からの風習が廃れかかっていた頃のことなのだろう。ある中程度の自作農が、庭の木の下に金を入れた壺を埋めていた。この百姓は実に吝嗇、ケチで、嫁をもらったものの、はしため、下働きのようにこき使って早くに死なせたし、実の両親に対しても、年寄って弱ってくると、ろくに飯も与えず一部屋に閉じ込めきりにして、やはりパタパタと死なせていたという。また、
小作や使用人への当たりも大層ひどいものだったらしい。そうして溜め込んだ百姓にはそれほど必要のない金銀を、夜中にこっそり壺から取り出しては、暗い明かりの下で数えるのが唯一の生きがいだった。まだ冬の最中のある夜、この百姓が夢を見た。どこか遠くの方から土の中を掘り進んで、百姓の家にやってくるものがある。人ほどの大きさもあるミミズで、頭に人の顔がついているようだが、夢の中のせいか、霧がかかったようにはっきりしない。その化け物が生け垣の下から庭に入り込んできて、壺のある場所に行き、壺を割って中の大切な金銀を貪るように食べている。そしてすべて食べ終わると、ぐるんぐるんと土の中で輪をかいて踊るという夢だ。この百姓にとってこれほど恐ろしいことはない。単なる夢とは片付けられない、実に気がかりな内容だった。そこで次の日の夜中に、土曜にもかかわらず、壺を掘り出してみることにした。岩洞、かっこ携帯用のランプ、とくわを持って、庭に降り掘り返すと。壺は割れた様子もなく元のままで、壺の口にした風にも変わった様子はない。やれ嬉しいや、と、壺を手に取ると。壺の下に幼い女の子の顔があった。その顔は両目からタラタラと涙を流していて、一気に百姓の肩あたりにまで伸び上がった。夢で見た通りの、土まみれのミミズの体をしていた。目の前で涙を流している顔を見て、百姓は、あっと思った。それは随分昔に人買いに渡した、自分の娘の顔だった。こういうのが、土曜坊主らしい。来るよ。俺の彼女の話なんだけど、ある夜寝てたら突然目が覚めたらしい。その瞬間ベッドの下に何者かの気配が。で、ここからは彼女の言葉によれば。何かのキャラ？丸い形の。ベッドの下だから見えないんだけどわかるの。なんか丸い形のものがいるの。で、そいつが彼女に喋りかけてるらしい。っていうかどうやらそいつが喋りかけてるから目が覚めたようだ。何を喋りかけてるかというと。来るよ。来るよ。怖いよ。来るよ。って、甲高い、なんちゅうかインコかオウムみたいな声で、彼女に早口でそう言ってくるんだと。ちなみに丸くて甲高い声って、まんまガンダムのハロジェンって思うかもしれんが、彼女はアニメはほとんど見ないし、ましてガンダムなんて世代的に全く知らん。で、彼女は、怖いって何？来るって何が？って、思ってたら、突然そいつの気配が消えたそうだ。それと同時に部屋のドアの方がパーって明るくなった。もちろんドアは閉まってるし、電気もついてない。え？って思ってたら逆光でよく見えないが、真っ黒な人の形。それも中年のおっさんということがなんとなくわかった。そのおっさんは彼女の寝てるベッドにスーッと近づいてきて、かがんで彼女の顔を覗き込んできた。怖い怖い怖い。って思ってからの記憶はないそうだ。気がつけば朝だったと。おっさんも気になるが、それより丸いのって何なんだ？と思い追求したんだが、最初聞いた時に、丸いのって何？バボちゃん、プケラ、ってバカにしたら、機嫌悪くなって、それから何聞いても答えてくれなくなりました。